ナインメンズ・モリスは、ローマ帝国時代に生まれた二人用、中小戦略ゲームのボードゲームである。このゲームの英語での別名には、ナインマン・モリス、ミル、ミルズ、ザ・ミル・ゲーム、メレルズ、メリルズ,メルズ、メレルズ、マレルズ、マレルズがある。また、かつては、チェッカー版の裏面に描かれていたためカウボーイ、チェッカーズとも呼ばれる。日本においては、明治初年に売り出された、石並鳥、 別名を16武蔵というゲームが相当する。石並鳥は東京国立博物館に所蔵されている。駒の配置時に2つ、同時にミルを作っても相手の駒を取り除けるのは1つだけ、相手のミルから駒を取り除くのは可能な限り避けるというルールの下では、どちらのプレイヤーでも引き分けに持ち込むことができる解決済みゲームとされるが、 ナインメンズ・モリスは広く普及した歴史あるゲームである。ため、上記以外のルール解釈がなされる場合もある。ナインメンズ・モリスの三大変形ルールは、3、6、12メンズ・モリスである。ゲーム版は24の点を持つ格子からなる。それぞれのプレイヤーは9つの人という駒を持ち、普通これは白と黒に塗り分けられている。プレイヤーが立て、 または横にコマを3人並べると、見るが成立し、相手のコマを1人取り除くことができる。相手のコマを2人まで減らすか、手をさせなくなるまで追い込めば、勝利となる。ゲームは3段階の手順を踏んで進行する。空いた点にコマを置く。隣の点にコマを動かす。コマが3人まで減ったプレイヤーは、コマを空いた点のどこにでも動かせる。コマを配置する前のゲーム版ゲーム開始時は、 盤面は空である。プレイヤーは、どちらが先行か決め、空いた点に駒を一人ずつ置いていく。もし自分の駒を立て、または横に三人並べて、見るを成立させたなら、相手の駒を盤から一人取り除くことができる。取り除く駒はどれでも良いが、相手の見るから取るのはできる限り避けなければならない。すべての駒を配置し置いたら、第二段階に移行する。この段階では、 プレイヤーはコマを隣に動かしていくことになる。この時他のコマを飛び越すことはできない。ミルを作ることができたら、第1段階と同様に相手のコマを一人取り除ける。既存のミルからコマを一人動かすことでミルを崩し、次の手伝いでコマを戻すことによって、同じミルをもう一度成立させることも可能で、その度に相手のコマを取り除ける。コマの除去は相手を叩くとも呼ばれる。 片方のプレイヤーのコマが3人まで減ったら、第3段階に移行する。総数が3人まで減ったプレイヤーのコマは、移動先を隣に縛られることはなくなり、空いた点ならどこにでも、フライ、ホップあるいは、ジャンプできる。これが正当なゲームのやり方だとする文献もあるが、別の資料では追加ルールとされることもあり、全く言及されない場合もある。世紀のルールブックでは、 全く持っていなかじみた遊び方と言われている。フライングは押されている側がすぐに負けないようにするための補正として導入されたものである。ゲームの開始時には様々な場所にコマを配置する方がすぐにミルを作ろうとしてコマを盤上の一箇所に集中させる過ちを犯すよりも良い。勝利に直結する理想的な配置は一人のコマが二つのミルの間で行き来することによって マイターン相手のコマを取り除けるようにすることである。スリーメンズ・モリス、別名ナインホールズは、二ーマスか、三目並べのように三三マスの格子状の番を用いる。ゲームは二人用で、各プレイヤーは三人のコマを持つ。プレイヤーは、最初の三手でコマを盤上に配置し、ミルを作ることができれば、勝利となる。その後、以下のルールのどちらかに従ってコマを動かしていく。 1. 1空いている点ならどこにでもに、隣の空いている点にそして、ミルを成立させたプレイヤーが勝利する。ハロルド・ジェームズ・リベン・マレーは、ルール1を、9ホールズ、ルール2を、3メンズ・モリス、または、ザ・スモーラー・メレルズと呼んでいる。6メンズ・モリスでは、各プレイヤーが6人のコマを持ち、9メンズ・モリスの番から、外側の四角を除いたものを使って遊ぶ。 フライングはできない。このゲームは、イタリア、フランス、イギリスで人気だったが、1600年までに廃れた。このゲーム版は、5メンズモリスでも用いる。7メンズモリスでは、ゲーム版の中央に十字を書き加えて使う。12メンズモリスでは、ゲーム版に4つの斜めの線を加え、各プレイヤーは12人のコマを持つ。これでは、ゲーム版が、 配置段階でいっぱいになってしまうことがあり得るが、もしそうなったら、ゲームは引き分けとなる。この変形ルールは、南アフリカの地方の若者の間で人気があり、モラバラバと呼ばれ、スポーツとして認められている。ハロルド・ジェームズ・リベン・マレーはこのゲームを、ザ・ラージャー・メレルズとも呼んでいる。このゲーム版は、イレブン・メンズ・モリスにも使われる。ミユキ内の考古学博物館所蔵の陶器編は、 ナインメンズ、モリスのゲーム版に見える RC ベルによれば、基地の最古のゲーム版には、斜めの線が含まれており、紀元前1400年頃、エジプトのクルナの神殿の天井版に刻まれた。しかしフリードリヒ・ベルガーによると、クルナの図には、コプト聖教絵式十字が含まれており、紀元前1400年まで遡るかは疑わしい。ベルガーは、無理だろうと結論づけている。 このゲームに言及した最古の例は、西暦8年頃、オイディウスのアルスアマートリアーだろう。第3巻で有名なゲーム、ラトロンズについて語った後、オイディウスはこう書いている。1年が何ヶ月にも分かれるように、いくつもの部分に分けられるゲームが他にもある。卓上には、それぞれの側に3つのコマがあり、勝つためには、すべてのコマを1直線に並べなくてはならない。 女性が遊び方を知らないのは残念だ。愛情はしばしばプレイ中に育まれるものだからベルガーはこのゲームはローマ人にはよく知られていただろうと信じており、ローマの建築物から多くのゲーム版が発見されてはいるものの、そうした建物は作られて以降も簡単に入れる状態だったので、版の年代特定は不可能である。ローマ人が交易路経由でゲームを紹介された可能性もあるが、 証明はできない。13世紀のリブロデロース・ウェイゴスのサイコロ遊戯の差し絵このゲームの人気は中世イギリスで頂点に達した。ゲーム版がカンタベリー、グロスター、ノリッジ、サリスベリー、ウェストメンスターの英国国境会修道院の座席に刻まれているのが発見されている。これらの版はナインホールズの名の通り、9つの空間を表すのに、 線ではなく、穴を用いており、斜めに列を作ってもゲームに勝つことはできない。他には、ェスターの大聖堂の柱の基部にも刻まれている。野外の大型ゲーム版は時々共有草地に、刈り込まれもした。ウィリアム・シェイクスピアの16世紀の著作、夏の世の夢大二幕第1話では、タイターニアがそうしたゲーム版に言及している。ナインメンズ・モリスも泥にまみれた。 このゲームの起源は定かではないとする著作家もいる。ゲームの名前はおそらく、モリスダンスや、さらには、ムーア人に関係すると思われるが、ダニエル・キングによれば、モリスという語は、同盟の古いイギリス武藤とは、何の関係もない。これは、ラテン語で、カウンターやゲームのコマを意味する、メリラスに由来するキングは、このゲームが、ローマ兵士の間で人気だったとも記している。 いくつかのヨーロッパの国の中ではゲーム版のデザインが魔除けのお守りのように特徴あるものになっている。古代ケルト人にとってモリスの紙片型は神聖なものだった。盤面の中央には再生の象徴である聖なる、ミル、すなわちオオカマが置かれていた。そしてそこから四つの方角、四つの元素、四つの風が生じたのだ派生。ありがとうございます。